はい、皆さんこんにちは、ゆうひとトニーです。今日のテーマはハイロックスレース、このレースとクロスフィットの違い、ここを詳しく解説していこうと思います。ハイロックスレース、私がですねオーストラリアの方で先月出てきたレースなんですけど、私は普段クロスフィットやってる、そんな身からハイロックスをねちょっと見てみたので、解説していこうと思います。まずいくつかねこうポイントポイントで、はい、解説していこうと思うんですけど、レースの時間、スポーツの種目の時間ですねっていうところで言うと、ハイロックスはだいたい早い人で1時間で、遅い人とか時間かかる人で1時間半ぐらいかかる、そういうレースですね。で、1時間は超えてくるようなレースになります。で、一方クロスフィット、私が普段やってるクロスフィットだと、短いワークアウトだと本当に 2,3 分というのもあるし、長くてもだいたい20分ぐらいなんですね。というところでやっぱりクロスフィットの3倍とか4倍ぐらいの時間動かなきゃいけないというところは、まず時間が違います。で、ということはやっぱり求められてくる能力も違くて、やっぱりこうハイロックスだと有酸素系の運動になるのに対して、クロスフィットだとどっちかというと、もちろん有酸素運動もあるんですけど、もうちょっとこうねパワーをボーンと出すような種目が多いと。次の違いは種目が決まってるかどうかっていうところ。クロスフィットって本当毎回毎回ワークアウト違うし、大会によっては直前まで分かんないっていうのがあるんですけど、ハイロックスは実はもう全世界どこでレースをやっても同じレースになるので、そういったところがまず違うから、ここの違いで言うとやっぱりハイロックスは準備がしやすいっていうのがあるかなと思います。やっぱりレース毎回一緒なのでしっかり準備がしやすいっていうのがあります。次は、動作の、難易度なんですね。ここかなり違います。クロスフィットって難しいので言うと、逆立ち歩きあったりとか、こう釣り輪で上に上がるマッスルアップとか、いろんなね難しい動きがあったりする。で、あとはバーベルですごい重たいのを上げなきゃいけないみたいなのもあるんですけど、ハイロックスはその辺が本当に普段のトレーニングの延長でできてしまうような動きが多いので、そういった意味でもハイロックスはやりやすい種目かなと思いますね。あとは僕もいろいろ過去のねスポーツで怪我してて、肩がちょっと調子悪かったりとかそういうのもするんですけど、そういった少し可動域ですね、関節可動域に課題を感じてる人でもやりやすい、そんな種目が多いです。あとはちょっと本当競技的な話になっちゃうんですけど、一個大きな違いがあって、ハイロックスのねその動作はね結構ね身長が高い人が有利な動作が多いかなと思いました。例を出すとローイングとかウォールボールとかスキーとか、ね、この辺全部ね身長高い人よりなんですけど、クロスフィットはねどっちかというと身長低い人が有利なようにできているので、その辺も違いとして一つあるかなというふうに思いましたと。